近いの。なんで、なんでこっちに近いのよ。あなたが近いの。狭いの。好きすぎだから。今日はですね、はい、私からあのビルのメリットデメリットとか使って実際に使った効果とかそういったことについてちょっとお話ししようかなと思います。はい、最近この私が PMS って診断されてから結構動画を何個か、生理前にこんな症状がありますとかっていう動画を上げてきてるんですけど、それに対して結構コメント、とかいろいろ反響があって、やっぱりその対策として一番コメントに上がってきたのがピル飲んだ方がいいんじゃないですかとか、ピル私も聞きましたよっていうコメントがすごくいっぱいあって、実は私ピル飲んでて、はいはい、そうそう、実は試してる人だったんだけどそれを言ってなかったっていうので、それをちょっと伝えたいなっていうのと、あと実際そのピルをまだ今は飲んでないんだけど実際飲んだ人ってどうなんですかっていうコメントが、そのピル飲んでみてくださいってコメントの次に多いコメント で、うん、でそもそもピルって何なのっていうところから、実際にその飲んで効果があったのかなかったのかとか、メリットデメリットとかっていうのもちょっと一緒にお話できればなと思ってます。確かに分かんないもんね、ピルが何か全然そう分からないっていうのが多分いっぱいあると思うから、だからまずはピルって何なのかっていうところからちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、ピルっていうのは避妊薬のイメージが強いと思うんですけど、ピルっていうのはそもそも女性ホルモンのお薬っていうもので、だから女性ホルモンが影響してなる病気とかに対しても使われるっていう感じなんだよね。あ、そういうことね。そう、妊娠とかも女性ホルモンとかの影響があるじゃん、妊娠する体になるホルモンがとかどうこうとかあるから、だから PMS も女性ホルモンの影響でその気分の上がり下がりがあったりしたりとかあるから、そういうのも効くし、子宮内膜症とかっていう病気にも効いたりするし、あと女性ホルモンの影響で肌荒れがしやすいとかあったりするわけですよ。だからそういったのの治療としてあえてそのピルを飲むっていう人もいるし、だから一概にピルって言って避妊じゃなくて、ピルって言っても女性ホルモンっていう感じだから、女性ホルモンに関係する病気に対しての治療薬としてよく使われてるよっていう感じなのがピルなんですよね。だから避妊じゃないんだよ実は。避妊のイメージが多分強い。そもそも私がピルを飲み始めたきっかけとしては、何回も動画とかで上げてるんですけど、 PMS っていう月経前症候群っていうのの症状が自分が強くて、だから病院に行って薬を飲み始めたっていうのがきっかけなんですね。はい、PMS っていうのが簡単に言うと、生理前にちょっと気分の浮き沈みだったりとか、ちょっと体調が悪くなりやすかったりとか、眠いとかだるいとか、そういった体の症状だったり精神的な症状だったりっていうのが生理の10日前とか2週間前ぐらいからちょっと出始めて、生理が始まると止まるっていう症状のことを PMS って言ってて、それが結構ひどくて、やっぱ日常生活で支障をきたすというか、やっぱね、生徒さんとの関係で喧嘩がどうしても増えるのは確実にあるなっていうのを自分でも感じてて、それで悩んだ結果ちょっと病院に行ってピルを飲み始めたっていう感じですね。本当に違うもん。やっぱ違う。いや違うもん。なんだろう、もう全く手がつけられない。もうあれ荒くるもみたいな。そんなに？そうだね。まあ本人だからね、エリがね。やっぱ自分でもどうしようもできないから、なんか専門家を頼ろうと思って。やった感じだからね。そうね。ピル実際4ヶ月ぐらい飲んで、で今は実はやめてて、いろいろ理由があってやめてて、まあ、それはちょっと後でお話しようかなと思うんですけど、まずは実際自分がピルを飲んでみて感じたメリットとかデメリットっていうのをちょっといくつか紹介していきたいなと思います。でやっぱ一番のメリットとしては PMS に効いたってところかなって思います。まあ、エリが多分薬もらった薬との相性が良かったっていうのはもちろんあったと思うんだけど、生理の1日前に喧嘩をして次の日にごめん生理来たっていうのがどうしても多くて、それがなんか一気にピタッと止まった感じがあるかなと思いますけど、どうですか。それはいや本当に喧嘩めったよ。違かったやっぱり。全然違う。不安定、気持ちの不安定みたいなのがなくなったから、喧嘩でもあの時期してなかったと思うから少なかったね。全然ね、なんか大きくならんかったよ、大ごとにならなかったって感じだね、喧嘩が。そうね、エリがなんか常に冷静でいられるみたいな、そう、理性を保ってられるみたいな感じ。そう、理性を、ピルを飲んでなかったら理性を保ってない、なんか大暴れするやつみたいな感じでしょ。で、ここは理性を保ってるからまだちょっと落ち着いて会話ができるみたいな感じなんで、そう、それはあったかもしれない。
それがやっぱ一番メリットだったかな。二つ目のメリットとしては、エリ的にはだけど、やっぱ生理が来ないっていうのが、エリは生理痛もちょっと1日目だけだけど生理痛もある人だったから、うん、生理痛がないっていうのが本当に嬉しくて、はいはい、それは良かったかもしれない。生理痛がなくて、なんか月一の苦しみを味わわなくていいみたいなのはすごくあった。だから嬉しかった。なんか体調もいいし、うんうん、波がないから。そうだね、それは良かったかもしれない。まあ、でもエリが飲んでて感じるメリットってのはこんな感じかな。はいはい。なんかピルってさっきも話したように避妊するってイメージが自分なんかするから、無理やり生理を止めてる、で体に良くないんじゃないのかなってめっちゃ思う。そんなデメリットみたいなね。確かにピルってのは避妊のイメージがどうしてもねあるから、あんまり良くないんじゃないかって思うかもしれないけど、全然そんな体に悪いものっていうわけでは全然なくて。そうなの。そうそうそう。まあでももちろんさっき話したメリットもあれば、もちろんデメリットもあって、はいはい、まあデメリットとしては血栓症のリスクが高いっていうのが一番のデメリット。血栓っていうのがこの血の塊のことで、この血が流れてる時にこの血栓があると詰まってしまうんだよね。はいはい。だからあんまり体には良くないって言ったらもう良くないんだけど、うん、そうそうそう。まあそれが一つ目のデメリットで、2つ目のデメリットとしてはどうしても薬だから種類がいっぱいあって、ピルの中にも、はいはいはい、だからその薬が合わないとどうしても吐き気とかめまいとかに襲われるっていう。はいはいはい。実はエリもピル2種類目とかなんだけど、はいはい、1種類目飲んだ時にもう仕事前だけどめまいがして、はいはい、気持ち悪すぎて起きれなくて、そのままもうフラフラしながら、すいません仕事休みますって連絡したぐらいで、はいはい、もう合わない、体に合わないとそういう反応まで出てしまうから、うん、やっぱピルの合う合わないはどうしても試していかないといけないものだけど。あ、そうなんだね。ちょっと怖い、それが当たると怖いなって感じてしまう部分もあるピルってダメなものなんじゃないかって思ってしまうかなって、うん、確かにそう、あるっていうのが2つ目のデメリットかなとは思います。じゃあこうやって話してたら、なんかピルのメリットってたくさんあるから、うん、私もメリットだけに目を向けるとめっちゃいいじゃんって思ってしまうんだけど、エリは実はピルを4ヶ月目以降はもう飲んでなくて、ピルを実際やめてて、なんかこんなんで効果、こんな効果あるのになんでよって思うかもしれないんだけど、それはその一番初めに伝えたデメリットでもある血栓症のリスクっていうのが高いっていうのがあってやめてて、この間実はある検査があって病院に行った時に、ちょっとあんまり血栓症があると良くないような症状が見つかって、はいはい、エリにで、婦人科の先生にすいませんこういうのね病気かもしれないみたいなことを言われたんですけど、飲むって今このピルを続けるってどんなですかって聞いたら、やっぱりもうそんなリスクがある人は飲まない方が一番いいですって言われて、エリは今ピルを飲んでません。あんなにPMS に対しては効果があったけど、ピルはやめました。そのやっぱ薬を飲み続けたら PMS は良くなるから、うん、そうね、効果があるから、そこで喧嘩はなくなると思うわけ、セイタさんとの、はい、でも喧嘩はなくなってもなんだろう、エリの死亡リスクっていうか命の危険っていうのは上がると思うわけさ、うん、そうね、って考えたらやっぱ自分の命の方が大事だし、ね、自分の命の方を取ろうっていうことで、副作用、どうしてもね副作用があるから、うん、その副作用のことも考えて、エリは今ピルを飲まないっていう選択をしてます。そうね、いくら喧嘩を減らしたいって言ってもね、命には変えれないことだからね。そうそうかなと思うね。仕方ないよね。でそのピルの次にその命の母とか、はい、実際コメントが多くてあるね、コメントね。そう、命の母のホワイトは実際飲んでますでピルを試した後に飲んだけど、今も命の母飲んでてホワイト飲んでるんだけど、効果があるかないかって言われたら、エリは正直自分では効果を感じてないっていうところがある。 あんまり、あれはどういう効果があるの？あれも女性ホルモンの多分薬とか漢方的なちょっと感じの薬ではあるんだけど、ちょっとじゃあその辺を穏やかにしてくれるかな、そう感じだと思うんだけど、エリにはあんまり効いてる感じはしてないってところから、なんかでも薬を飲んでるっていう気持ち面での落ち着きはちょっとあるかも。薬飲んでるから大丈夫でしょみたいな落ち着きはあるけど、そのピルほど自分が体感して感じる効果は今得られていない。あ、エリにはそこまで合ってないのかな。そうそうそう、人によってもしかしたら合う人もいる。そう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 、めっちゃ止まりましたって人も全然コメントにいるし、だからね、そのピル飲むかとか命の母飲むかとか、やっぱ
どうしても合う合わないがあるなって両方飲んだからこそエリは思ったそうだね。他にも方法あるそうでしょ。ちょっとエリが気になってるのが漢方が気になってるわけ。漢方、はい、そう婦人科の先生に漢方もありますけどどうしますかって言われたわけ、うん、でもその時に漢方とかなんでなんか意味あるのかなと先生に実際効果はあるんですかって聞いたわけ、はい、そしたら一応 PMS に対する薬ではないからみたいな、はいはい、からこちらからは何とも言えませんみたいなこと言われて、だったら飲んで意味あるのかな、じゃあ飲まなくていいかなと思って、じゃあいいですって言って断ったわけ。その時さ、でもその漢方っていうのを飲んでどう変わるのかなっていうのも実際試してみたいなと思ったわけ。もしあれだったらセカンドオピニオンじゃないけど別の先生のとこ行って話聞いてみてもいいかな。そうだね、それもありだね。もし漢方を飲んでる人いたらちょっとコメントもらえたら嬉しいです。どんななのかな、やっぱ苦いとかです。あ、そっち効果じゃなくて効果もだし、その苦いとかメリットデメリットみたいなちょっと気になってるので、で飲んでる人の意見みたいな、もしいたら教えてもらいたいなってちょっと思いますここまでピルを飲むメリットデメリットと、まあ、体験談みたいな感じでちょっと話してみたんですけど、うん、ピルって試すの怖いっていう避妊薬のイメージもあるからね、どうしてもあると思うんですけど、怖いからやらないっていうよりはまずは困ってるんだったらちょっと専門家の病院とか行って相談してみてもいいのかなっていうのが一番かなと思います。やっぱこのコメントで一番ね、対策としてピル飲んだ方がいいですよとかおすすめですよってあるけど、なんかエリが感じたのはやっぱそのピルは誰にでもおすすめできるものではないなと思ったのは一番、なんかこうやって飲めない人とかやっぱ体に合う合わないがあってっていう人もいるから、一概におすすめですよってエリは言えないなってすごく感じた。そうね、だからちょっと自分のその病気とか症状とかも踏まえながら先生に相談してみるのが一番かなと思います。そうだね、まあ、あくまでエリの意見ではあるんだけど、エリは PMS とかちょっとまあ生理痛もちょっとあって悩んでたっていう部分があるから病院に行ってよかったなって本当に思ってます、はい、なんか今までそうなんじゃないかそうなんじゃないかとかなんか YouTube の情報調べてみてとかで病院行くのも怖いなって思ってたけど、なんだろう、意外と予約してみたらもうなんかあとは行くだけだし、はい、思い切ってやっぱ電話するっていう勇気のところが一番大事かなって思います。だからもし悩んでるんだったらほんと相談してみてください。はいなんかもっとなんか言い切る感じでいいじゃん、ぜひ行ってみてくださいみたいな。もし悩んでるんだったらぜひ専門家にも相談してみてください。今日は一応こんな感じで、うん、やっぱ一番意見の多かったピル飲んでみてくださいっていうこととか、はいはい、ピルどうなんですかっていう質問っていうのがめっちゃ来て、ほんと大量それについてちょっとお話ししてみました。誰かのお役に立てれば嬉しいですまた何か質問だったら気になることがあればコメント欄でお待ちしてます、はい、じゃあ今日は終わりです、はい、バイバーイ、バイバイ。大丈夫めっちゃほっぺ緊張してる緊張緊張で熱いわ今日。